続きましてマット C 試合番号107番55キログラム級赤コーナー鳥栖工業高等学校尾西大河選手対青コーナー鹿島学園高等学校石塚健人選手の試合を行います。試合の結果をお知らせします。 B マット試合番号106番51キログラム級の試合は赤コーナー飛龍高等学校勝目大斗選手の判定勝ちでした。 D マット先ほどの赤からのチャレンジですが、ファーストタッチが赤ということで青の1点です。チャレンジ失敗です。A マット現在行われている試合は試合番号107番赤コーナー西内優斗選手高知南高等学校青コーナー葛城一成選手和歌山北高等学校の試合が行われております。 D マット試合の結果をお知らせいたします。試合番号104番51キログラム級の試合は青コーナー八戸工業大学第一高等学校小川大輝選手の判定勝ちでした。八戸工業大学第一高等学校小川大輝選手は準決勝に進みます。また秋田商業高等学校伊藤陽光選手の5位が決定いたしました。Bマットただいま行われている試合は試合番号107番55キログラム級赤コーナー鳥取中央育英高等学校鳥目雄太選手対青コーナー自由が丘学園高等学校ドクタ龍選手の試合です。ただいまより D マット試合番号105番55キログラム級赤コーナー校区城西高等学校小沢岳人選手対青コーナー岐阜工業高等学校堤圭吾選手の試合を行います。A マット55キロ級試合番号107番の試合は赤コーナー高知南高校西内優斗選手のコール勝ちでした。西内優斗選手は準決勝の進出が決まりました。岡山北高校の葛城一成選手は5位を決定いたしました。A マットただいまより試合番号108 60キログラム級赤コーナー小野正之助選手鳥栖工業高等学校対青コーナー富山優馬選手霞ヶ浦高等学校の試合を行います。マット C の試合の結果をお知らせいたします。赤コーナー鳥栖工業高等学校尾西大河選手のコール勝ちでした。続きましてマット C 試合番号108番60キログラム級赤